これなんですよ。照明の分野では実はセンサーが明るくなって、それでね、あのカメラも小回りになったって言ったら、実は照明の部分ってもっともっと自由度が増してるんですね、今ね。なのでそれをもっとうまく使わなきゃいけないなと思っていまして、ちょっとよろしいですか、これをシートです。そうですよね、 LED なんですから、 LED なんですからこれできますよね。でこれがこう曲がったりする、大丈夫かなと僕もちょっと不安ではあるんですけども、これってすっごく使い道があるんですね。でもちろんこういうふうにあるポイントに使うこともできますし、このままこうやって置いちゃったりもできますし、多分これクランプでペタッどっかに挟んで置いとくこともできますよね。で逆にこれを逆さまにやると放射状の明かりにもなって地明かりにもなるでしょう。いや僕ね、これはすごいなと思っています。韓国製らしいです。ちょっと ご説明していただけますか、こちらの方で。あれですよね、もう一つ大きいのもなんか計画されてるんです。そうですね、この倍のやつを計画してまして、今これはあのまだプロトタイプなんで、まあ1ヶ月ぐらいしたらあの出てくると思います。で超高が、持ちましょうか、これ3200ケルビンから、5600ケルビンまで10ですね、カラーテンプチャーこっちですね。今最高で5600ケルビン、それから、最低で、3200ケルビン。あと、ディマーですね、超高が100% から、まあ、0% まで、3% 0ですね、はい、そういうような形になってます。でこれその全部でこのケースに入る、これあのこういうクランプから、あとこういうあれですね、フレーム、これですね、そうですね、フレームもこういう、フレーム延長コード、あと、全て入ってこの中に収納できます。まだコンパクトにできると。まだ発売はしていない、はい、1ヶ月ぐらいしたら、値段もきっちりと決まってくる。大体どれぐらいになりそうですか。大体10万円、今10万円を切ろうということで、これ全部でですか。そうですね、このワンセットで切ると、うん、まあだいぶお安く、させていただいて皆さんに使っていただこうと思ってます。これごめんなさい、商品名は何ですかね。これはホメックスの、フレキシブル LED ライトですね。はい、はい、ありがとうございます。これはですね、僕とっても実は期待をしておりまして、本当にね、当然 LED ですから熱も少ないので、例えば本当になんか、あ、それからあれですね、ディフューザーもついてるんですね。そうですね、これはまだ別売かもしれないんですけど、まだちょっと値段が決まってないんで、こういうようなソフトボックスもついてます。はい、これは本当にね、いろんな形で使い道のある機材だなと思います。どうもありがとうございました。